仲間たちはお互いに助け合うことでより大きな力を発揮します。隣のマスにいる仲間と共に戦うデュアル、二人で一つのマスに集まり行動を共にするダブル、これらを駆使していくことで戦略の幅が大きく広がります。仲間が隣にいると後衛として戦闘に参加、サポートしてくれます。行きましょう。それによりパラメータがアップ、これがデュアルです。サポートするね。2人で戦えば戦闘が有利に、時には敵の攻撃をガードしてくれることや、手出しはさせない。やっ、敵に追加攻撃をしてくれることもあります。こちらも行くぞ。戦場では仲間を孤立させず、デュアルが発動しやすい状況を作ることが大切です。俺がついている。どこを見ている。ありがとう。2人の仲間をペアにして一つのユニットのように扱うことができます。これがダブルです。負けたら呪うわ。他の仲間の後衛として同行し、常にデュアルが発動。すまない。ダブルで同行する仲間は前衛の仲間の能力を大きく上昇させます。上昇する能力は仲間によって異なります。切り抜くなよ。アーマーナイトとペガサスナイトをダブル。前衛のペガサスナイトが機動力を生かして一気に山を駆け下りていきます。目的地へ移動したら前衛と後衛を交代。攻撃力の高いアーマーナイトが敵に攻撃を仕掛けます。よかった。後衛の仲間は敵から攻撃を受けません。弱った仲間を元気な仲間のもとへ駆け込ませて安全を確保。敵を退けて周囲の安全が確保できたら下ろして弱った仲間を回復、立て直しを図ります。助かった。大丈夫だよ。二人で戦闘を経験するとお互いの絆が深まっていきます。絆が深まると戦闘に良い影響を及ぼします。サポートします。パラメータがより大きくアップ。あの良い気よ。行くべ。デュアルガードやデュアルアタックも発生しやすくなります。どこ見てる。今なら。すみませんね。また有効度が上がると仲間同士の会話が発生、より固い絆で結ばれていきます。ん？私はこれでも男です。異性との絆が強く深まれば、その二人は結婚。私も好きです、うん、その子供たちが仲間として参加し、ね、共に戦うこともあります。はい、よそ見しないで。絆で戦うファイアーエンブレム覚醒。